ューヨークから車でおよそ3時間、イェール大学のあるニューヘブンは、町全体が大学といった感のあるニューイングランドの静かな町です。1701年創立のイェール大学、ニューヘブンに点在する大学の校舎、教会、寮はどれも290年の長い伝統を感じさせる立派な建物です。早稲田大学ビッグベアーズはここイェール大学にやってきました。アメリカンフットボール誕生から100年余り、日本の大学チームがフットボールのふるさとを訪れたのです。早稲田大学フットボールチームはここニューヘブンに6日間滞在して、イェール大学コーチングスタッフの指導を受けます。そして同じようにハーバード大学に滞在する慶応大学とハーバードスタジアムで早慶戦を行うのです。イェール大学フットボールチーム、カーム・コーザヘッドコーチ、もちろんイェール大学出身。ヘッドコーチになって今年でなんと27回目のシーズンを迎えます。まさにミスターイェール、イェールフットボールチームの伝統そのものといえます。イェールのフットボールチームにはカーム・コーザーヘッドコーチを中心に9人のポジション別のコーチがいます。もちろん9人が9人ともプロのコーチ、つまり学生にフットボールを教えることを職業にしているわけです。 Ready? Go! There you go, there you go, that's it, good. Okay, Brett, push.ディフェンスラインコーチのデビッド・ケリーは、これぞフットボールコーチといえる熱血感。引いて、OK? OK, let's you try it now, Tom. Ready? Go! There you go, very good. That's it, good, eh? Run! ちょっと変わった練習をしているのはオフェンスライン。イェールのコーチは、理論よりまず実践と言えます。One, two, three, four.Hold that fit position. One, two, three, four. Take the hit. Remember, when I step on that angle to the play side number. Don't step here. See what I'm saying? I want that angle. Here. Go through that number. Good. All right? We're going to go in here. Okay? So I'm strong again, like pass pro. So now it's going to be long step.One, step. Make the pop. Good. Finish. Out of there. Good. And out of there. 一つの練習が終わって次の練習に移るときには必ず円陣を組んで声を出します。イェールのコーチたちが早稲田の選手に一番最初に教えたことがこれでした。今回のキャンプで早稲田が最も力を入れていたのがキッキングゲームです。5月17日のサンフラワーボール、早稲田のパントにおけるミスを VTR で見て知っているイェールコーチングスタッフは、パントやフィールドゴールなどのキッキングゲームの強化、技術向上を第一と考えているのです。練習は毎日午前中におよそ2時間、午後はミーティングとウェイトトレーニングをやります。午前中の防具をつけての練習では当たりは全て本気、一切手抜きなしのフルコンタクトです。一つ一つのプレーが終わるたびにオフェンス、ディフェンス、それぞれのコーチの激しい言葉が飛びます。
わずか2時間の練習ですが、その内容は3時間にも4時間にも匹敵します。これがイェール方式、またはアメリカ方式と言えるのかもしれません。昼食を挟んで午後にはイェール大学フットボールオフィスでミーティングが行われます。選手ミーティングの前にコーチングスタッフだけのコーチミーティングを行い、ヘッドコーチカーム講座を中心に練習内容や翌日のスケジュールを細かく決めていきます。選手ミーティングでは練習中に撮影したビデオも使ってポジションごとの細かな解説を加えていきます。午前中の練習では実地の動きを、午後のミーティングではフットボールの理論を。早稲田フットボールチームは充実したキャンプを送ります。マイアミドルフィン、ロサンゼルスレイダー、 NFL 東芝アメリカンボール91、ドルフィン対レイダーズ、夢のカードは8月4日東京ドームでキックオフ。チケット絶賛発売中。お問い合わせは東京03-3813-0296。次に本場アメリカのフットボールの歴史を紐解いてみましょう。フットボールの歴史と密接に関わっているのがイェール大学です。1701年創立のイェール大学は各種スポーツの発展に大きな役割を果たしてきました。ブッシュ大統領が在籍していたイェール大学野球部は早稲田大学の招きで日本に来たことがあります。スポーツを通じて文化の交流を図る姿勢は今も変わっていません。イェール大学のフットボール部は1873年に誕生しました。当時サッカーとラグビーの中間のようなルールで行われていたフットボールを現在のような形に整えたのが、後にアメリカで最初のフットボールコーチとなるウォルター・キャンプです。ダウン制の導入、つまり4回の攻撃で10ヤード進むというアメリカンフットボール特有のルールを考案したのもウォルター・キャンプ。現在のイェール大学フットボール部ヘッドコーチカーム・コーザーは、イェール大学がフットボールのふるさとであることを永遠に忘れないでほしいと話していました。またコーザーヘッドコーチのオフィスには1936年ラリー・ケリーが獲得したハイスマントロフィーが置いてありました。イェール出身の選手では1937年クラント・フランクもこのトロフィーを受賞しています。イェール大学誕生の60年以上も前、1636年創立のハーバード大学、もともとはピューリタニズムを基本精神とするカレッジでしたが、19世紀の末より多方面な知性を目指しユニバーシティへと移行しました。ハーバードフットボールチームの誕生はちょうどこの頃のことです。1890年ハーバード最初のフットボールチームが結成されました。当時からハーバードとイェールは強力なライバル関係にあり、ハーバード・イェール戦には全学生が詰めかけたといいます。1946年のチームにはこの人の顔がありました。
大統領になる一歩手前で暗殺されたロバート・ケネディ、民主党の実力者エドワード・ケネディ上院議員もフットボールチームに在籍していました。The turn of the century. That stadium out there is the oldest poured concrete stadium in the country. That was the first one that was built. And they had a track around the inside when they built the stadium. It was a track. And they took the track, when they built the track, they took the measurements of a field. And that became the measurements of a playing field in the United States. That's why it's an odd size. Right there, that's where it happened. What year was that? That was in 1903.